おはようございます。今日もスピリチュアルテレビの時間になりましたら、今朝ね本当に涼しくなってきていて、ずっと結構暑がりたものですから半袖だったんですけれども、ちょっと下にですねこんな感じで長袖を着たいなという季節にやっとなってきたということで、うちの旦那さんはですねもう本当に暑、今年の夏は暑かったので、天気予報を見ながらですね今日の最高気温を聞いてなんかホットアンドしたような、ね、表情でしたけれども、また来週から暑くなるみたいということでですね、また暑くなるんだなんて言いながらですね、でも今日の涼しさをですね、お庭に出て満喫しているようです。で今日はですね、9月27日ということになりまして、最近ねちょっと見つけたアプリがあるんですね。日めくりというアプリなんです。ちょっと見えるかな皆さんには。でねこれはね本当に全てが書いてあるっていうか、旧暦では8月の23日金曜日で、月はこんな感じですよとか、今日は世界観光の日ですよとかね、それからどなたがお誕生日、羽生さんですねお誕生日はとかね、あと月の出入りとか、あと今年残りはね96日だそうです。96日っていうとね、なんかああもうだいぶ過ぎたんだなって、本当に残りもう100日を切って今年が終わっていくんだなって、そんな感じがしますよね。でこのようないろんな最近ねアプリがあって、先ほどテレビを見ていたら、なんていうんですか、時計のようにインターフェースっていうかね、あってもう未来のようですよね。ここのところに液晶の画面に LINE ができたりとか、メール受信ができたりとか、あと電話ができたりとか、そのさスマホとの連携によってですね、いろんなことができる。もう時計のこんな感じですよね。画面を見るだけで全て。そうするとみんな歩きながらこんな感じになっちゃったりするんでしょうかね。いろんなことを音声入力しながら楽しめるような、そんな端末がもう韓国では売っていて3万円台で売ってるそうなんですけれども、日本ではどのぐらいの価格でね、それが販売されるのかわかりませんけれども、それが販売されたらなんかすごいブームにまたなってしまうんではないかななんて思ってます。はい、皆さんおはようございます。レイナさんおはようございます。ポコさんおはようございます。朝からずっと爽やかです。今朝はですね実は朝シャワーを浴びてちょっとバタバタしてたんですね。あやもんさん、アマモンさんじゃなくて今日はアヤモンさん、おはようございます。クマトモさんおはようございます。アミさんおはようございます。シノンさんおはようございます。そうですね、曇りですね。レーナさん、ヨッコさんの先週のメッセージいただいた星を見るだったの。昨日の夜は台風一過の後の星をいろいろな思いが星々な、あ、ごめんな、星でいろいろな思いが浮かんできました。静寂の中で見ることを学びました。ありがとうございます。ね、星すごく綺麗ですよね。私も秋の星は大好きです。イルカさんおはようございます。秋晴れ気持ちいいですねって。はい。山桃さんおはようございます。プリンさんおはようございます。桃色サンゴさんおはようございます。レンさんおはようございます。レーナさん、今日は早く出かけます。メッセージをということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。そうですか。ありがとうございます。リクさん、おはようございます。カノンさん、おはようございます。富士山も綺麗に見える、すっきりとした気持ちの良い朝の東京です。ね、カノンさんのお家と本当に川沿いにマンションがあって、ちょっと上層階だからね、本当に富士山、気持ちよくね、見えるとこなんですよね。KKY さんおはようございます。かなぶんさんおはようございます。月夜の1123さんおはようございます。みよみよさんおはようございます。山脈がくっきり綺麗に見えてます。すがすがしいですね。って、本当に秋になりましたよね。さよさんおはようございます。よしみちゃんおはようございます。ゆくさん素敵ですね。ありがとうございます。あ、月が見えてますよ。白い月が見えてるんですね。そうですね。腕時計
ではなくて腕携帯ですね。本当になんか未来のね、よくで、今こうやってグラスのも開発がだいぶ進んでますよね。目の前にいろんな情報が出てくるようなものもね。はい。マイクさん、おはようございます。まりまりさん、素敵な髪型素敵というか、これ今、シャワー浴びて、何もしてない状態で、はい、失礼いたします。スワンさん、おはようございます。皆さんのね、1週間いかがだったでしょうか。私はですね、久々に何て言うのかな、本当に魂の友達っていうか、アキラ君っていう方がいるんですけれどもね。で、その彼のコンサートが豊橋にあって行ってきました。で、その時のね、ちょっとお話をしたいなと思ってるんですけど、なぜかっていうとね、その時に、彼はね、本当にどん底の人生っていうかね、こんなにまで、段ボール食べちゃったっていうぐらいの、本当に人生だったりとか、ジャンキーになってですね、ジャンキーってことは麻薬中毒者ですよね。収容施設でも死ぬか生きるかという地獄を味わったりとか、強盗もしてね、本当ピストルを突きつけながら、そういう場にもいたりとか、あと、もう、一番大きなのは、彼にとって一番大きなのは、やはり家族というテーマでね、お家の中でお父さんが暴力的だったっていうことで、お母さんが、彼が小さい時に妹さんを連れて出て行ってしまったんですね。で、その暴力的なお父さんとずっとずっと、過ごしてきたわけなんですけど、そこでお母さんに裏切られたっていう気持ちも彼の中で捨てられたっていうね、感じもありながら育っていって、とても葛藤のあるというか、家族的な、なんでなんだろうかっていう、そしてでも家族の中と和解したいっていうね、思いの中で世界中を旅して来られて、そして今は多くの方にですね、古市さんっていう全身やけどになってしまった方が今、講演者として動いてらっしゃるんですけれども、その方たちと一緒にジョイントのコンサートをしたり、あとは単独でですね、コンサートをしたりされてるんですけれども、その本当に負けていいんだよって、よく人は勝とうとして苦しむんですよね。負けたくない、あの人には勝たなきゃ、勝ち組にならなきゃいけないのに、こんな私じゃ勝ち組になれないとかね。そうやって人は勝とうとして生きていくけれども、本当に負けることっていうことがね、こんなに悲惨であっても全然大丈夫だよって、どれだけ悲惨でも俺はやってきたんだ、でもここに俺がいるんだっていうことでね、ずっと歌い続けてて、その途中で出会って、うちでもライブコンサートしていただいたりね、本当にライブすると必ず皆さんが涙でいっぱいになるんですね。で、絶対ライブの時にはハンドタオル持ってきてくださいねっていうコンサートになったりするんですが、久々そのゆっくりと彼の歌を聴くことができたわけですよ。で、彼はちょっと前に胃がんの状態になりまして、しかも進行的なっていうか、リンパ節への転移まであったわけです。で、まず彼が、なぜ分かったかっていうと、ライブの、前にですね、っていうか、ライブの時、なんか、具合が悪くて、トイレに駆け込んだら、すごい吐血をするわけですね。で、最初に彼が何をやったかっていうと、本当にブロガーというか、そういったネタを、本当に皆さんの元気に、切り替えていく方なので、まず写真に、吐血の状態の写メを撮ったということで、本当に何やってんだと思うんですけれども、そう言いながら、本当リンパ節転移がやはりあったみたいで、症状はよく知らなかったんですけれども、もう二度と、アキラ君には会えないだろうな、とか思いながら、そのぐらいの状態だったわけです。でも見事彼は手術をした後に、放射線とかね、抗がん剤とかいう治療はやめて、自分で代替療法、いろんな方をそれまで人脈ありますのでね、知ってらっしゃって、自分で治していったんですけれども、今はですね、昨日か何かのブログを見ましたら、一応がんのね、数値検査があって、完璧にね、一般人より健康な数値状態が出るようになったってことが書いてあって、嬉しいなと思ってるんですけど、その負ける
な価値。本当に私たちはどうやっても成功するために生きようとしてしまいますよね。負けようとして人生を歩いてるわけではないわけです。幸せになりたいな、こんな風になりたいなっていうふうに思って、できれば運動会があれば上位の方に行きたいと思ってみたり、テストがあれば、ね、成績が良くなったらいいなって、そういう周りの期待もありますよね。勝ってほしいという期待があるわけです。でも実は人生をこうやって勝利していくものというのは負ける痛みを知っている人なんだよっていうことを彼は伝えたかったりとかね、そんな感じで言ってて、その時にですね、このね、本をね、プレゼントしてあげるよっていう話だったんですね。コットン100%という本です。で、極上のどん底を行く旅っていう副タイトルがついてます。で、プレゼントするよって言って、全員できるわけじゃないから一人だけだったんですね。で、負けるが勝ちじゃんけんというゲームをしたわけです。一般にはね、じゃんけんを勝っていくわけなんですけれども、負けたら勝者になって次にトーナメント戦に進んでいくという形で、行くわけですね。で、なんか、ゆっこさんこうやって持ってますよっていうことは、何があったかもう皆さん分かったと思うんですけれども、そのじゃんけんをどんどんやってって、私はどんどん負け続けたわけです。徹底的に負け続けて、負けクイーンになれて、この本をゲットさせていただけたということなんですね。負けクイーンです。何人ぐらいいたかな？4、50人いたと思うんですけどね、徹底的に負けていきました。で、ここのね、本当に負けていった時の勝利者っていうことがあるんだけど、でもこの負けるっていう体験っていうのは自分の弱さの体験なんですよね。で、うまくいかない体験っていうのがあった時に、これは目覚めとか悟りもそうだと思うんですけど、負けを克服して勝者になるということではなくて、悟りっていうのは分かりやすく言ったら、負けた自分にオッケーって出せた時に、人生の中での自分の中がガラリと世界が変わっていくわけですよね。全ての自分の弱いものをこうやって受け止めて、変わっていくっていうことができるわけなんです。で、私はですね、この負けクイーンになりながら、このコットン100%を手にしたわけなんですが、これね、すごいのは、陶芸者、幻冬舎から文庫から出てるんですけれども、前に別の出版社から、彼が27歳、今52、3歳なんですけど、27歳のとか8歳の時に書かれた本なんですね。で、これがですね、NHK が選ぶ日本の、100冊の本、素晴らしい文学とされる100冊の本の中に、このが1冊入ってるんですよ。芥川くんとかね、入ってらっしゃるそうです。夏目漱石さんとか。と、肩を並べた文芸作品として、これが NHK の100冊の中に入ってるというお話だったんですね。で、なぜ入っているかというと、この本を読んで自殺をやめた人が、あきらさんのところに実際にメールで来ただけで、20人以上いるそうです。で、この本読んで、なんだ、こんなどん底でも生きていけばいいっていいんだとかね。なんだ大したことないじゃないかって言って、俺より不幸なやつが、バカなやつがここにいるぞって大笑いして、なんか死ぬのをやめましたとかね。そういう元気が出る一冊なんですね。で、それをまた選んだ NHK 出版さんっていうのも、NHK さんも素晴らしいなと思っているわけなんですけれども、本当にこの一冊ですね、ぜひぜひ686円の税込みなんですけれども、もし今私が本当にどん底不幸って言ってる人がいたら、本当に大バカなね、もっとどん底の人がいるよって、なんだこんなにどん底で、それでも笑いながら今生きてる人がいるんだっていうことで、ぜひこの本を読んでいただけたらなと思って、ちょっと本の宣伝をさせていただきました。あと、ケチャップっていう本もあってね。とにかく、彼は彼の視点なんですよね。彼の視点で、不死鳥のように彼は、覚醒したなと思うんですね。弱くてもいいんだっていう、その言葉の奥にはね、
その自分、どんな自分であっても全面的に OK を出す。その私の本質っていうものに対して、絶対的な自信を持ちながら OK を出していくわけですよね。で、彼が言ったんですね。ちょっと話をしてた時に、なんていうのかな。今まではそういうことを、詩とかそういったものを自分は歌ってきたけれども、でも、やっぱりどっか、人事だったんだと。でも、実際にもう死ぬんだなと思った時、人事じゃなくなって、本当に行きたいと思ったんだっていうことをね、お話しされてました。ぜひぜひ、アキラマニアって言って検索してもいいし、杉山アキラと言って検索してもいいでしょうし、動画とかね、今、カノンさんがね、ハローマイマムっていう動画を多分 YouTube の方から出してくださってるんですが、この動画、音楽はですね、ハローマイマムは、この間、池川明先生と山川光也さんのね、講演会の、武士さんの講演会のビデオがありましたけれども、池川明さんが子供たちからいろいろ取材した内容と、ハローマイマムの中で明さんがですね、歌ってる内容って全く一緒なんですね。で、どうして作ったのって、なんかそんな風に書きたくなったからっていうことで、池川明さんの著書を知ってるわけではないけども、明さんの直感の中で書かれたハローマイマムっていう歌があります。で、ライブの時にですね、ゆうこさん久々だからさって言って誘導瞑想してくれないっていう話になって、ハローマイマム の頭にですね、生まれる前の中間生というかね、天国のようなところに行って、どんなね自分の人生への計画を書いたんだろうか、そしてどんな思いでお母さんを今選んでるんだけど、どのお母さんにしようか選んでるんだろうけど、どんな思いでお母さんを選んでるんでしょうかということで、それをイメージ誘導させていただいて、そしてスローで静かに静かにハローマイマムっていうね、歌をですね、アキラさんが歌われたんですけれども、なんか久々に一緒にやれてね、すごく幸せだったりとか、そんな感じなんですね。で、そのアキラさんと のライブがあって、その後にですね、先週の月曜、今週の月曜日になりますよねブロガー の賢者テラさんという方がいらっしゃって、で、静岡で講演会があったので、タイトル見た時にね、一瞬ね戸惑うようなタイトルだったんですよ。賢者テラさんのね、静岡はもうスピなんていらないっていうタイトルだったわけです。で、行ってみてお話を伺うと、もうスピなんていらないなんて言わないでねっていうその後書きがあるタイトルだったっていうのが判明するわけなんですけれども、今度またゲストでね、お話ししていただきたいなと思ったんだけど、テラさんってね、ブログ読んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんだけど、賢者テラさんですね、すごくね、ブログの方は切れ味がスパスパスパッとしたね、なんかすごく切れ味のいいお話を書いてらっしゃって、すごくいいとこついてらっしゃって、とても楽しいんですけれども、お会いしたらですね、なんと今度ね、対談の時にはちょっと本人には直接言いにくいので今言っときますが、吉本系覚醒者ですね。声がクロちゃんのようにひっくり返っててですね、とてもそのブログの雰囲気からはですね、なんていうのかな、イメージできなかった、そんな方でした。で、格好もそんなに、なんかイケメンだとかね、雲国際さんみたいなね、イケメン派じゃないんですね。もうちょっと小柄で、ちょっとぽっちゃりしてて、本当に、おっちゃんなんですね。で、彼は、あと、なんていうのかな、もうお話しされてるから大丈夫だと思うんですけども、アスペルガーの、なんていうのか、肩なんですね。それと股関節脱臼を持ってたり、足が不自由であったりとか、まあそういったものを持ってらっしゃる方なんですが、細かいことは、インタビューしながらね、お話ししていきたいなと思ってはいますけれども、また近いうちにね、お願いして出ていただけたらと思ってるんですが、コミュニケーション障害を口実に、彼は、
7年ぐらい働いた職場から解雇されるんですね。人とこうやってコミュニケーションができないというそのことですね。で、私が一番気になったのは、じゃあ覚醒体験をしたらそれはどうなったのかっていう、そういった精神的な障害っていうものがどのように変わっていったんだろうかっていうのがちょっと興味があったわけです。コミュニケーション障害と言いながら、セミナーという形でですね、お話をたくさんされてるわけですからね。で、オフ会の会場に歩く途中で、少し聞いてみたわけですね。覚醒することで、そのコミュニケーション障害の症状というのはどのように変わったんですかって、何か変わったんですかって言ったら、いやー、わからないですって言うんですね。それに対しての興味や関心がないんですとおっしゃるんですよ。つまり自分が足が悪いことも含め、まるっとそのまんまね、これでいいのだっていうね、この自分こそが宇宙の王なんだっていう自分自身を受け入れができたってことなんですね。ですから、外側から誰がどのように自分のことを見ていたとしても、どのように感じてたとしても、それは、自分にとっては関係がないことなんですっておっしゃったときに、おお、この人は本当に、ちゃんとしたね、アキラさんじゃないけども、自分の弱さっていうものを全部抱きしめて、これが自分だっていうね、堂々としたね、本当の自分に目覚めた方だなっていうのを確信したわけですね。お話だけだとね、結構いろんなことは言えるけれども、ちょっとした、なんていうのかな、ポロッとした時に、なんか自分の本音の弱さだったりとかね、そういったものを今まで棚上げしてたものをポロンと落として、そこに触れると何かお話しされる方もいらっしゃるんですよね。でもそうじゃなくて、彼は本当に堂々とですね、このままの私で OK っていう100点満点ですよね。そういう状態を出してるわけです。で、本当最近思うんだけれども、自分自身に目覚めるって何なのかなって言った時に、誰にもならなくていいんだってことなんですよね。誰にもならなくていいから、この私、今までこういうとこが嫌いだな、ああいうとこがちょっと嫌だなとか思ってた私を含め全部が100点満点、この私が最高。世界で、宇宙で一番この私でいいんだ。例えば少しぐらい怒りんぼしたとしても、でも全然問題ない、この私で OK。そしていろんな意味で体力的にないかったり、いろいろね、人と違うところのハンデを持ってることで、なんかこういうとこで自分は劣っているって、その劣っているものすら丸がかりにして OK っていうね、本当にその私のままをね、受け止めた時に、それを多分ゲート氏なんかは人生の主人公って言うんだと思うんですけれども、本当にこのままの私をまるっと OK だぞっていうことがね、自分自身に目覚めるってことで、絶対正者になるとかね、何かが変わるんだとかね、すごく状況が変わっていくぞっていうんじゃなくて、まずこのままの私に OK が出せた時点で、全てに OK が出していける。そうすると、この3次元の世界っていうのは、やはり私たちの思いによって現実を作っていくので、どん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 変わり出していく。どれだけ OK を出したかによって、いろんなことが起きていくっていう、また次の動きになっていくんだと思うんですけれども、本当に、それがわかるだけ。他の人は関係なかったっていう、ああ、この私でよかったんだ。それだけが分かればいいことなんですよね。で、それが分かった時に、本当に私を生きるというかね、自分自身を生きていくことだと思うんです。で、その時に、純粋なる意図って言ったかな、寺さんがね。そういう言い方をおっしゃいましたけれども、本当に自分の純粋なる意図は何なんだ。生きていく意図は何だった。例えば、テラさんだとブロガーだと思うんですね。それぞれそういったなんか、これが私というね、バシャールで言うとこのワクワクすることですよね。何かがあるんですよね。そのことを自分がこれでいいのだってなった時にやっと見つけていくことができる。そういうことだと思うんですよね。はい。本当自分に OK を出せる。
これでいいんですね。誰かになろうとしない。あの人みたい、あの人いいな、なんかすごいな、あの人みたいになりたいな。例えば、あそこの夫婦がいいな、ああなりたいなって。例えば、赤糸さんと青糸さんの、小田原ご夫妻の場合はですね、のご夫妻、すごく見てていいわけですよね。でも、そこのご夫妻は、その夫妻のカップルにおいてのお互いの距離感だったりとか、関わり合いの一番いいポイントを見つけることができたっていうことだけなんですよね。だから、こんな人だったら幸せになれるっていうんじゃなくて、今のパートナーとの距離感だったりとか、自分の中にある位置というものをね、ちゃんと分かって、自分らしさを表現したときに、人との関係もね、どん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 変わっていくんじゃないかなって思うんですね。イルカさんね、いいよ、弱い自分に OK 出せるって最高なんだよね。アマモンさん、働き始めて10日経ちました。障害者の枠で入ったおかげで、無理することなく働かせてもらっています。ああ、よかったですね。本当に、そのままの自分で働ける環境、じゃあ誰が作り出したか。多分、スピリチュアルテレビをずっと見ながら、あ、どうやって生きようかってことを、本当にきっとアマモンさんもね、一生懸命一生懸命自分を許したりとか、自分自身を理解しようとして、その自分が自分を愛することができて、それがその現実にね、本当に自分を大切にして生きていける、そんな職場と巡り合うことができたんでしょうね。小葉さん、おはようございます。シャスタさん、アマモンさん、よかったですね。って、徳が帰ってきてるのではって、ありかもしれないですね。リアンさん、おはようございます。ミノリッチさん、おはようございます。あ、TT さん、ありがとうございます。アメブロの方出していただけて嬉しいです。はい。イルカさん、テラさん、ゲストに呼んでいただけたらすごく嬉しいです。ということで、ちょっとテラさんが出張中だったので、これからちょっと連絡を取ってですね、もうスピリチュアルテレビに出てくださいって言ったら、了解は得ていますので、あともうちょっと連絡詰めて、出ていただけるようにしたいと思います。アマモンさんの流れを見ていると、世の中ってよくできているなぁと思うところもあります。でも一番すごいのは本人の行動力かなって。そうですよね。本当に私、覚えてるんですけれども、何かね、アマモンさんってすっごい行動力がある方だから、そんなに焦んなくて大丈夫だから、ゆっくりで大丈夫だからって、何かね、退院したする直前ぐらいからのメッセージってね、そんなの送ってたような感じがするんですね。本当にどんどん進んでいきますからね、ゆっくりゆっくりっていうぐらいで、アマモンさんはすごく、どっしりとどっしりと先の方に胸を張りながら歩いていく方だなぁなんて思ってます。マイコさん、よかったって。本当ですよね。自分の味方が自分でないのが一番悲しいことだと気づいた。そうなんだよね。本当に今のティディさんの、言葉ってね、すごく重要なね、大切な大切な言葉だなと思うんですよ。結構いろんなカウンセリングを受けて、誰かの味方になってあげたりとか、誰かを応援するためになってる方がいるんだけれども、でも、本当に私が私の味方になってあげてるのかなって。本当に私が私のことを一生懸命守ってあげてるのかなって。で、思い返してみるとね、スピ TV 始めたことは、私はペンジュラムをね、扱っていて、私のハートに正直になる、私とつながるペンジュラムの講座っていうことでお話しさせていただいてたんだけど、本当に私が私の一番の味方になってあげる。誰でもないよねって。この私の味方をできるのは私だけなんだなって。生きてから、そして次の転生していくまでも私がいつも味方になってあげられる。それだけじゃないかなと思うんですよ。だから、その味方になってあげてるって今ちょっとね、皆さんよかったら、私は私のことを一番味方にしてあげてるかしら。本当に私を守ってあげたい。私をいつも励ましてあげたい。私のこと好きだよ、愛してるよって、世界で一番、宇宙で一番愛してるよって言えてるのかなって、ちょっと静かに感じてみてほしいんですね。どうなのかなって。味方になってあげてる？
自分のこと宇宙で一番大切と思える、どんな、なんか素晴らしいと地球上の人が言う人から否定されたとしても、それでも私は私を信頼してあげたり、愛してるよ、それでもいいよって、そんなふうに思えるのかな。そしてもしそうでなかった方がいたら、あれって私が自分のね味方じゃなかったってことに気づいた方がもしいたら、自分自身にごめんねって、許してねって、今まで気づかなかった、置いてきぼりにしてごめんね、私がちゃんと私を守ってあげるから、ゆっくりゆっくり愛してるよって、こうしていつもいたことを感謝するよって、静かに静かに語りかけてほしいんですね。で、私はほおぽのぽのをね、最初に読んだ時に、ごめんなさい、許してください、愛しています、感謝していますっていうね、ごめんなさい、許してくださいがわからなかったんですね。なんか誰かに向かって言うのってなんか気が強いですからね、本当私は。だから、なんであの人にごめんなさい、許してくださいって言わなきゃいけないのとかね、そういうふうに思ったわけなんです。でも今言えるのは、本当にこの私に対して、その自分の味方になってあげられなかった私や、私のことを一番に関心を持ってあげられなかった私が、私にごめんね、許してね、本当に辛い思いさせてごめんねって、そうやって許してあげる、それがほおぽのぽののごめんなさい、許してくださいなんだなって思うんですね。そして愛してるよって、本当に宇宙で一番愛してるよって、自分自身が自分自身に向かってですね、ハートにつながりながら、ぜひ言ってみてもらいたいんです。ね、どうですか。でもね、テレビ見てらっしゃる方はもうそのあたりがね、よくよくね、勉強されて、分かってきたと思うんだけども、スピリチュアルの勉強ってことは、なんか霊界がどうなってるということを深く知ることでも、じゃあ、死んだらどうなることを知ることでも、そういうことじゃないなって私思うんですね。まず私ありきなんじゃないかなって。本当に私というものに対しての理解を深めて、そして一番の味方になってあげて、そういうことができるようになる、じゃあそれはなぜそれでいいのって言った時に、本当に私たちがね、そういう存在だからだっていうことが、その中でも理解の中から、その理解があって、大きな偉大なる存在だっていう理解が先にあって、それが起きる必要はないわけですよね。そうじゃなくて、この等身大の私っていうものを本当に愛してあげたいって、愛そうっていうふうにベクトルが自分自身に向かってきた時に、その自分の本質の私がだんだん誰だったのかっていうのが、どん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 分かってくるようにできている。で、それが道しるべとして、その悟ったティリーさんとかね、いろんな悟られた方や、いろいろな先に先人としてね、そこの位置に立った方たちの言葉を通して、あ、この道でいいんだなって、こんな感覚で生きていけばいいんだなっていう、なんかそんな確認をしながらですね。でもその外側の言葉が重要なわけじゃなくて、私が本当に私の理解者になってあげて、例えば今日旦那さんにね、きつい言葉言われて、なんかしょげてるのっていうことがあったら、しょげてで本当にダメねって、あんなこと言わせちゃったんだもん、私が悪いんだわじゃなくて、なんであんなこと言いたかったんだろうって、旦那さんはね、なんか苛立ってたけど、でも私は大丈夫よって、あなたのこと絶対責めないからって、きっとなんかそうしたかった理由がそこにあるのかもしれないし、それは衝動的に起きたことかもしれないし、私は何もあなたを責めないよって、絶対責めないから、本当に大事だから、愛しているから大丈夫って、まずそんなね、対応から入っていかれて、とにかく自分をですね、自分の剣で刺さない、本当に私がこの
なんていうのかな、この1年間ですね、一緒にカンボジアに行ってできるようになったことは一番そこなんですよね。自分自身を自分の剣で刺さなくなりましたよね。で、本当に宇宙で一番私を愛してあげるし、最後の最後までどれだけの神が私を否定したとしても、私は私を大丈夫、裏切らないから、絶対自分の剣で刺さないよっていう約束をある時したことがあるんだけども、それをずっとずっと守っていてあげられてて幸せだなって本当に思うんですよね。で、そうなった時に本当にいろんな形でですね、全て日々のことっていうかね、そのままの状態、寺さんがその自分の病気とかそういったものに対して OK 出したり、明さんが本当にどん底の生活をしたがゆえに今の俺があるんだっていうね、堂々とした、どれだけ落ちても大丈夫なんだっていうね、そういうところだなって思うわけです。はい、皆さんおはようございます。ちょっとチャットの方に戻りたいと思います。と言いながらパソコンが固まっちゃって、戻れないじゃないみたいな。ちょっと待ってねって。なんでパソコン固まってんの？あ、戻れた、戻れた。はい。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと戻って。コバさんおはようございます。リアンさんおはようございます。みのりちさんおはようございます。ということで、ちょっと待ってくださいね。竹野さんがですね、パーマかけました。はい。天門さんおめでとうございます。私も嬉しいですって。そうだよね。月読みさんがおっしゃってますね。京子さんおはようございます。天門さんよかったですね。なんかね、天門さんっていう存在ってね、私たち天門さんの顔を見たことはないんだけれども、入院中にずっと、毎朝毎朝いらっしゃってたじゃないですか。で、その入院から退院して仕事に復帰していくプロセスをなんか一緒にね、私たちはね、体験したような気がするわけですね。だからなんか天文さんのことは他人様のことじゃなくて、なんか自分の大切なね、友達の身に起きたことをずっと見守ってきたようなね、きっとね、視聴者の方もね、そんな気持ちでいるんじゃないかなと思いますよ。リマさんおはようございます。さゆみさん、おはようございます。アマモンさん、マイコさん、アマモンさんっていつも何に対しても感謝してますもんねって。本当だよね。ピーママさん、おはようございます。カナブンさん、仕事に行ってきます。はい。私も最後の方でいいのでメッセージお願いします。今日も光に満ち溢れる一日になりますように。ゆっくりゆっくり。ピーママさん、うるうるって。ゆりかさん、ゆっこさんの言葉に感動。ありのまんまの自分に丸ごと OK を出そうって決めることからですね。そう、それだけです。アマモンさんをいつも尊敬しております。素晴らしい方だなと思います。ね。七色ピッピさん、ブドウ酵素ジュースを作りながら聞いていました。ああ、いいですね。ミマさん、アマモンさんよかったですねって。私も他人のこととは思えませんって。本当にね、皆さんそんな感じだったと思うんですよね。で、今日はですね、私、ごめんなさい。10時からですね、ちょっともう仕事に入らなければいけないってことがあるので、今から受付、させていただいて、時間のあるだけさせていただくので、ごめんなさいということですね。やらせていただきます。ではですね、はい。かのんさん、いってらっしゃいませ。ということで、はい、始めたところにカノンさんが入りましたので、カノンさんから受付始めます。ベラオさん。リクさん。で、もし時間超えちゃったらごめんなさいということで、10時からなので、9時55分で終了とし、番組の方は終了させていただきたいなと思ってます。ベティさん。いつもね、大体40件ぐらい、40人ぐらいいらっしゃるんですよね。ですから、どこまでできるか。
プリンさん、みよみよさん、リマさん、フラッペさん、まゆこさん、ももいろさん、レンさん、マリマリさん、マロンさん、リアンさん、よしみちゃん、なつさん、くまともさん、あみさん、スワンさん、サスタさん、コバさん、ミノリッチさん、ヤマモモさん、ね、昨日の朝のね、ハニエルさんの番組すごかったですよね。なんかすごい情報がサクサクと流れてるので、はい、ただいまちょっと映像が止まっている模様です。多分回復できると思います。ちょっと少々お待ちください。ただいま留守にしております。すいませんでした。あ、すいませんでした。ソラさんまでということで、今受付を終了させていただきます。では始めていきたいと思います。カノンさんへのメッセージです。
なんて言うのかな、つながるっていう言葉が来てます。人とつながっていく、コミュニケーションすることっていうのがあるんですけど、何か自分が、なんていうのかな、直接一生懸命こうやってつないでいくっていうふうに考えなくても、人の粒子っていうのはこうやってお互いが自然な流れの中で重なり合っていくわけですよね。で、その中の共鳴だったりとか、いろんな形が現れて震えたりしていくわけなんですが、そのように何か頑張ってつながろうとすることよりも、ただあるだけで、ただあるだけで、そこのところにカノンさんっていうね、存在が持つ、本当におおらかで愛があふれる状態の周波数が包み込んでっちゃうんですね、勝手に。だから意図的に何か人とつながる時に、本当に何かをこうやって意図的なものをもう持つ必要がないっていうかね、存在だけで本当に大きなコミュニケーションを作り出す、そのような感覚にどんどん今移行しているような感じがします。はい。ですから皆さんもぜひそういう存在っていうのはね、本当にその近くにいてみるとね、本当に癒されたりとか、エネルギーの調整を何かしようと意図しなくても勝手に変わっていったりとかね、するわけですね。で、カノンさんっていうのはどん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 そういう例えば歌がうまいとか、お話が楽しいとか、そういうことだけじゃなく、カノンさんという存在そのものがもう光、輝きがですね、もう本当に溢れていくような、そんなアンマのようなね、そのうちカノンさんとハグすると幸せになれるとかね、スピティビー伝説1、富田カノンちゃんとハグすると幸せになるみたいなね、心がとろけるとかね、そんな感じかも、そういうなんか、そんな感じにどんどん今からなっていくからねっていうのがメッセージです。はい。ベロさんおはようございます。なんていうのかな。なんだろう。みかんの皮を剥いてるようなこんなイメージがするんですね。で、みかんの皮っていうのはこうやって剥いた時に中側から本当に美味しい美味しい果汁がね、たっぷりでジューシーなみかんがこうやって出てくるわけなんですけれども、でも皮っていうのは本当に自分がね、どうやって自分らしさをもしかしては発揮していきたいと思ってるのにうまくできないと思ってるかもしれないけど、それとか自分の何て言うのかな、その皮っていうものに対して何か、ここが向けたらと思うかもしれないけど、でも実は皮の中にちゃんと入ってるわけですから、美味しい実がね。で、その実を守るために、守るっていうか、美味しい状態を保つために皮があるわけですから、何らかの自分の中での壁だったりとか、ブロックっていうものも、そのように自分自身の実が本当に熟すのを、時間がね、かけて熟すのを、なんていうのか、守るためのね、ものだったりすることもあります。ですから、そんな自分を見つけたとしても、なんか川のようなところにね、なんかフォーカスしないで、あ、これがあるからこれがあっていいんだって、これがあるからできてることがあるんだなっていうふうに、ものの見方を変えていけると、とっても楽になるかもしれないですね。はい。次はリクさんです。リクさんはね、なんかこうやって道の端が見える。を感じたんですね。で、なんか架け橋っていう、誰かと誰かをつなぐ架け橋というよりも、今目の前、リクさんの目の前にね、こうやって次の場所に移るための橋が、虹がかかってるような感じがするんです。で、それは本当に光の虹なんですね。で、かかっているのを今リクさんはこうやって眺めてて、この橋渡っていいのかなとか、本当にこの橋でこうやって渡って歩いてくれるだろうかとか、そんな風に眺めてるんですね。で、光の架け橋ですから、ここの肉体にいる自分が乗ったら落ちちゃうんじゃないかなとか、
もしかして芸だったらどうしようとか、そういうような何か私に対する何らかの何かを持ってらっしゃいます。でも一歩その橋に足を踏み出した途端に、その橋はとても現実的な橋になります。つまり足元が確かなものとして存在しています。ですから安心して、目の前にですね、次のステップへの橋があったら渡っていってください。みかんの皮ね、マーマレード作っちゃいます。そうですね。本当にマーマレードに。ただ、みかんが熟すまではみかんの皮は、中の実を、から水分がね、逃れないように守ってくれてるわけですよね。で、みかんが熟したらその皮でマーマレードを作ればいいと思います。はい。りくさん、大丈夫ですから、次のステップへの虹の架け橋に足をかけて渡ってってください。というメッセージですね。次、七色ピッピさんです。七色ピッピさん、おはようございます。光ってる、本当に一番星を見ます。本当にキラキラ、一番星が上がってきてるって感じなんですね。ですから、光ってください。で、ピッピさんの、光っていうのは、七色ピッピさんの周りの人たちを確実に照らしてあげたりして、そしてピッピさん自身がね、その光そのものだっていうことにね、気づけば気づくほどその光が強くなって、多くの人にを照らしていくことができるんですね。ですから誰かに何かをしてあげることを先に考えるよりも、その光がですね、自分自身に向き合っていけば向き合うだけ光っていって、で、周りを照らす。つまり、カノンさんの状態になっていくわけですね。で、そういうように変わっていくので、まず、自分の光っていう、光だということを受け止めてあげること、それが一番大切なんじゃないかなって思いました。ベティさん、いきます。ベティさんはですね、本当に、なんていうのかな、船が順風満帆に今、もう走り出していてね。で、もし焦ることがあるとしたら、なんか周りの風景が変わらないなっていう。大海原に出てしまうとしばらく周りの風景が変わらずに、でも着実にその進行はしてるわけですよね。進路をとってるわけです。でも何か周りの風景が変わらない時っていうのは必ず誰にでもあると思います。ですから焦らないでください。確実に、ベティさんの船は進んでいます。安心していってください。そして海流にちゃんと乗って、その船が、人生の航路ですね、が向かう場所に確実に、流れています。はい。はい、ピーママさん、おはようございます。ピーママさんへのメッセージは、なんていうのかな。人ってね、どうしても今世っていうのが、今世だけに育成されたわけじゃなくて、今世だけなのかもしれないですよ。でも、その過去世という形の自分があったってことを理解することによって、より今世の私を受け止めやすくなることがあるんですね。で、その過去世、今現れている資質がなんでそうなんだっていうよりも、その資質と真逆であった過去世があったと思って理解してみると、今現れている自分というのが理解しやすくなりますよってメッセージがあります。ですから、自分の中でなんで私はと思うことを、そのようにちょっとだけですね、理解を真逆に一回変えて、その過去、今の自分の感じているものがあって、で、真逆なものが両方あったとして、その真逆を体験して今ここにあるとしたらどうなんだろうかって、ちょっと視点をね、大きく、ちょっと時代をですね、大きくくくって見てみると、自分を理解しやすくなりますよっていうメッセージが来ています。ベティさん、きちんと自分の決めた道を進んでいるのですねって。はい。そして強くそう信じています。そうです。
大丈夫です。一番星だよって。輝きすぎて眩しくても大丈夫です。ちょっとやらかして反省中なので元気出ました。そうですか。本当に自分が一番星なんだよね。で、その一番星である自分っていうのが、なんかこんなになんかやっちゃったら、なんか迷惑かけちゃうんじゃないかなとか、そんなことじゃなくて、何かがあった時に、どこかに自分のね、自分らしく動いたつもりなのになんかトラブルがある時って確かにあるんですよね。でもその時に、自分らしさのちょっと奥のところを見た時に、なんかその自分らしさに対する抵抗感だったりとか否定感があるよっていうことを誰か他者がトラブルとして知らせてくれることもあるのでね。よくよく見るといいですよね。はい、プリンさん来ます。プリンさんおはようございます。なんか穏やかな日々。穏やかな日々の中にある私っていうものがね、どれだけ価値があったのか、つまり自分の中で今の状態のプリンさんっていうのを獲得するまでに長い長い旅をしてきたんだっていうふうにちょっと思い返してみてください。自分の中のこの平安さだったりとか、自分の中の楽さっていうものを、どれだけ、なんていうのかな、恋焦がれてね、求めて求めていた時代があったんだろうか。今のそのプリンさんが、過去世のどの時代よりのプリンさんの中でも、一番幸せでね、豊かである、その自分自身を今体験していることに気づいてください。そうした時に、すべての法情が今にあって、豊かであり、幸せであり、満たされていて、ああって、なると思うんですね。これね、ゆうべちょっとカノンちゃんと喋った時にも言ってたんですよね。多分今まで何千回何万回の転生でいろんな体験をしていろんなことをやったかもしれませんけども、こんなに幸せに今の状態であったことってきっとないよねって、幸せだねっていう話をしたんですね。そんな感じで。今の幸せは今までの過去生の中で最高に幸せな状態だよ、プリンさんっていうメッセージでした。はい、みよみよさん。みよみよさん、小鳥がですね、本当にさえずると可愛らしい声でさえずっています。で、小鳥が何を喋っているかっていうのは、私たちは知る由もありません。もしかしたらどこかで悪口を言って、あそこのしじめはね、うるさいんだよとか言ってね。なんかそんな話かもしれないです。人間でバカだねとか言いながらね、喋ってんのかもしれないです。でもなんかね、そのすずめがピー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 とか、ピーチクパーチクだったり、小鳥がピョピョ言ってる声っていうのは、私たちにはわかんないんですよね。なんかでも小鳥の声を聞くと、新鮮だな。なんか嬉しいなとか、自然の音、自然の声っていうものがとても幸せを作り出しますよね。ですから私たちは人の言葉でいろんな言葉を言葉としてなってるので、どうしてもそこに意味を知ってしまってやってるわけです。でもさっき言ったように、人間のブツブツ、身近な人がブツブツ言うような声もね、ブツブツ鳥の声だと思えば いいよってことなんですね。つまり、その誰かが言ったちっちゃなそういった言葉の一つずつにとらわれないでくださいって。ブツブツ鳥がブツ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 ってね、鳴いてるだけです。そのような見方をしてみると、関係ないですよって、ちょっと人の言葉一つずつにちょっと気になるものが感じてたのかなと思いました。はい。ブツブツ鳥さん結構いますからね。ギャーギャー鳥とかブツブツ鳥とか、います。でも聞きたい言葉だけは人間の言語変換して、聞きたくない言葉はまあブツブツ鳥の言葉ということでっていう 理解してもいいと思います。はい。ピーママさん、はい。現在、作成中のドラマの主人公と
真逆のすでに演じた主人公を見てみます。よくさんのおっしゃることわかります。どちらが良いとか悪いとかじゃないんですよねって。そうなんです、そうなんです。はい。小金さん、時間が間に合いましたら、させていただきます。今日ね、9時55分までなんです。でもね、あと1時間あるからだいぶいけると思うんですけどね。よろしくお願いします。お、シャスタさん、ピップさん、どんまいどんまい。火曜日の夕方、火の玉見ました。あ、火の玉ってゆっくり流れ星。すごいいいですね。はい、じゃあ次いきます。リマさんです。リマさん、おはようございます。リマさんへのメッセージはですね、なんていうのかな、くつろぐっていうことがありますね。メッセージが来ています。どんな状況であってもくつろげるようになっていく。そんな感じなんですね。本当に、くつろいでください。で、そのくつろぎっていうのは、なんか、1時間、2時間、3時間とか、1日あるからとか、そういうくつろぎではないくつろぎ。本当に今ね、例えば、私は今皆さんにメッセージを差し上げながら、なんかすごくくつろいでいれるんですよね。なんていうのかな、本当に、くつろいでいるところで情報を取ったりとか、何が出てくるかなって焦りもなく、ただゆたーってしてて、皆さんにお話ししてるんですけども、本当に自分の中の気持ちがちょっとでもね、焦りモードに入っちゃって、どっかでせかせかしたりとか、本当にこれが間に合うだろうかとかね、そういうふうに感じるんですけど、今すごくなんか不思議なんですけど、自分の中でとっても深いくつろぎモードに入ってます。で、どのような状態でもくつろぐことができるっていうことに気づいてください。そうすると、電車の中であったとしても、仕事をしてる時であったとしても、あ、くつろいでいれるんだなって、そんな感じがします。くつろぎです。いつでもくつろいでいれる。それに、いれることがわかるだけなんですけどね。はい。フラッペさんへのメッセージです。大阪のね、おばちゃんたちっていうのは、飴ちゃんをこうやってよくポケットの中に持ってるって言います。なんかフラッペさんに勧めたいのは、飴ちゃんをね、なんか手の中にこうやって、いつも近くになんか飴ちゃんがこうやってある感じなんですね。で、その飴ちゃんを何かあったら、で、しかもその飴ちゃん、いつも同じ飴ちゃんじゃなくて、できたらいろんな、好きなものを選べるようにね、飴ちゃんが入っているような、なんか可愛い、袋でもいいし、なんか器でもいいと思うんですね。で、飴ちゃん食べたら太るとかね、そのカロリーの取りすぎだとかね、白糖取りすぎだとかね、そういう考えはしないでください。で、その何かね、いつでも本当に私が選べて、いつでもその自分に対して満足させてあげられるっていうのね、なんか可愛い飴ちゃんを通して、フラッペさんね、ドロップの缶持っててもいいと思いますよ。なんかコラカラカラってやってね、好きな飴が出てきたら、好きな飴じゃなかったらまた戻して、よくちっちゃい時やってましたけどね、この色だけが食べたいからね、その色必死に出すわけですよね。おみくじ何回もやるみたいにですね。そうやって飴食べましたけど、なんかね、飴ちゃんちょっとお口の中に、こうやって時々入れてあげるといいよっていうメッセージが入っています。はい。プリンさん、心の静寂です。はい。ゆっくり味わって、本当に味わって、これがもう、だってさ、例えば何千年待ってきたこの今の幸せだと思ったら、どんだけの価値なんだろうとか思いません？我慢して、それになりたくて必死でね。そう思うと、なんかすごい大したことじゃないことですよ。本当に。うちでボケってして、いつでもベッドに横になれるという状態だけのことだったり、さっきの飴ちゃんがあって、いつでも好きな飴をこうやって口の中に入れて、ああ、美味しいって言える。それだけのことであったとしても、本当この自由さだったりとか、安定した感覚っていうのは幸せなんだなって思いちゃいますもんね。マイクさん、おはようございます。マイクさんへのメッセージには、なんか青い空が出てきました。本当に、
青い空なんですね。でも時々もちろん青い空だ、秋晴れだって言ったって雲がかかったり雲が流れたりしてます。で、雲がかかった時っていうのは、私は秋空に、いや、その夏空にかかる雲ってまるで絵の具のね、青いキャンバスに白い絵の具でいろんな絵が描かれていくような、本当にこの地上のガイアの意識がね、描く絵じゃないかなと思うほどに雲を眺めながら思うんですよね。で、どんな雲が描かれたとしても、いずれそれは形を変えていくから、雲が流れるということをキーワードに、お過ごしになるといいんじゃないかなと思います。そして、いつでもいつでも、雲は流れていくだけなんだよねって。でも、太陽は決して消えることはないです。たとえ夜になったとしても、また地球の裏側を旅した太陽が戻ってきます。まあ、本当は逆なんですけど、でもそのように感じてみるといいんじゃないかなって思います。もう秋の青空を楽しんでください。今さ、くつろぐことですねって。しょっちゅうメッセージしてもらってます。あ、そっか。くつろぎのね、緊張のその、奥側にある意識が何なのかっていうのをちょっと眺めてみられると、くつろげない理由っていうのが出るのかもしれないですね、リマさんね。リマさん、セラピストさんなので、もしあれだったら、例えばご自身でカードリーディングして、くつろぎの、緊張の原因となっている、くつろげない緊張の原因となっている、過去性っていう言い方でもいいし、そっか、カード引くときにはそれについてのアドバイスカードっていうことで、引いてみるといいかもしれないです。桃色サンゴさん、おはようございます。桃色サンゴさんへのメッセージは、ですね、なんだろうね、オブジェですね。ハサミが出てきました。それでね、チョキ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 、綺麗な、なんていうのかな、紙を切ってる感じがします。で、よくね、ワークショップなんかでこういう画面の上にですね、自分が欲しいものとか、そういったものをいっぱい貼ってったりするんですね。なんか自分を描いの、なんていうの、ビジョンを実現するワークなんかでやったりするものがあるんですけれども、何かハサミでそういった自分の中にある願いや光っていうものを一つの画面にですね、まるで幼稚園の子がする、なんかこういう、なんて言うんでしたっけ、こういうの、メダルですね、メダル型の段ボールのとこに、なんか色紙いっぱいペタペタつけて、幼稚園の子供たち作りますけれども、それと同じように、なんか自分自身のですね、一つのこの自分自身、この間は私が私に貼ってる、なんていうのかな、ラベルというかね、いろんな概念を貼ってますよって話をしましたが、逆バージョンで、その私というとこに、新しい自分がなりたい自分、さっきなりたい自分じゃなくていいんですよって言ったのにもかかわらず言いますが、ビジョンを作るということをされてください。わかりますでしょうか？ちょっと逆なんですけど、あ、私はこんなに輝いてる、綺麗だなとか、私が身につけたい服はこんな感じだぞとか、ぜひこんな時計が欲しいなとか、なんか変なんですけどね、こういう感覚あっていいんですよね。なんでしょう、自分の中の欲望があっちゃいけないって言ってるわけじゃないのでね、あ、こういう、なんかパーマかけたいなとかね、例えば、何かしたいなってあるじゃないですか。そういったものをどん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 、なんかオブジェを作って、こうやって見えるように貼っとかれると良さそうですね。ハワイに行きたかったらね、こうやってハワイの、観光のなんかチラシをポーンと貼って、予定表みたいなのをね、ちょっと貼ってみるとかね。なんかそんなのがいいと思います。やってみてください。みよみよさん、ブツブツ鳥さん、母でした。そうなんですね。はい。ブツブツ鳥さんにとらわれません。はい、そうなんです。また鳥が鳴いてるな、だけでいいですからね。まやこさん、
青空、素敵なメッセージいただいてありがとうございます。今朝やっとやりたいことが一つ見つかったのです。はい、青空です。パッと晴れた青空そのものが今のマユコさんですね。でも少し雲がかかってもそれは流れていくことなので気にしないで信じて動いてってください。はい、レンさんです。レンさんへのメッセージはこんな感じです。ですね、物を書いてみましょうということが書いてありますので、文章や心の中にある言葉とか湧き出るものとかそういったものを書くんですけれども、とても面白いのはね、なんかね、レンさんの場合はね、ただ書いとくっていう形よりも、なんていうのかな、白いね、ただノートに書くんじゃなくて、はがき台の大きさの、なんかちょっと厚紙でできた、くるくるくるって巻いたようなのに、言葉を書くんですよ。そしたらその言葉を、例えば、周りに色をつけてあげるとか、お花を描いてみるとか、なんかバッグの背景を描いて飾ってあげる。ディフォルメするわけですよね。なんかそんなにしてね、ちょっと、そういうワークをされるといいですよって書いていってらっしゃいます。で、本当に自分自身から溢れてるものに対して、それをよく味わいながらですね、なんかそこにリフォルメしたい色をつけたりとか、お花の絵を添えたりとか、写真を貼ったりとか、なんかそんなものを一つずつを作ってくださいって思います。よろしく。はい、お願いしますね。フラッペさん。アメちゃんですね。先月仕事を辞めたので、生でスピリチュアルテレビを見たり、昼寝ができたり、ほんと豊かだなと思ってます。そこにアメちゃんを行くといいんですね。豊かさがまた増幅されるってことだったかもしれないですね。はい、ありがとうございます。次は、マリマリさんです。だよね、マリマリさんで。マリマリさんへのメッセージは、海色の写真を部屋にちょっと飾ってみてください。このぐらいのね写真でいいので、なんて南の海だったり、なんか海が広がってるような写真なんですね。どこかでインターネット上で探していただいてもいいし、絵でもかも、なんかでも写真っていう感じがするので、絵で描かれたものっていうよりも、どこか美しい南の風景の、もしかしたら来年度のカレンダーを、そういった海色のカレンダー、海の風景の写真がいっぱい、まりまりさんの場合は写ったり、イルカがいたり、そういうようなカレンダーにしておくといいかもしれないです。そして、お部屋に戻った時にはその海の絵を見ながら、その絵か、その絵の中の画面に飛び込んでいくようなイメージを作って海に出かけてください。で、海に出かけて、その暑い太陽をこうやってギラギラした太陽の下でくつろいでいる。で、その海にいつでも行けるんだっていう。その広い広い海に私はいつでも出かけられるんだっていう象徴として、その青い海が写った写真。きっと多分これはポストカードとかね、そういったものを扱ってるところに行くと売ってると思いますので、なんか気に入ったものがあったら、それを部屋の中に飾ることをお勧めします。マロンさんへのメッセージです。おはようございます。秋になるとマロンってまたそんな話をしてるんですけれども、そうではなくてですね、マリンさんに、お伝えしたいメッセージはですね、ちょっとこれ面白いんですが、石屋さんに行って、なんかいろんな石があるんだけど、石でもいいんですけど、なんかね、その手触りを味わうということが来てるんですね。なんかその手でゴツゴツした、例えばですね、こんなクラスターがありますよね。で、こういう石のゴツゴツしたなんかこういう手触り、皮膚に感じるですね、この触ってみることとか、なんかそういうものをこうやってちょっと意識を集中して、そこの手触りの中にずっと集中していくようなことを、してみるといいですよってことなんです。で、こういう石だったりとか、ちょっと硬いものなんですね。で、ここの例えば、面なんかがありますが、そうすると指の先でこうやって優しく触ってみたりとか、
指を変えて触ってみて、あ、なんか感覚が違うなとか、もしかしたらマロンさんはヒーリングの今勉強されてたりとか興味があるのかもしれないですよね、エネルギーとかね。で、よかったらやってみてください。ゆっくりゆっくりこうやって、なんていうのかな、合わなくいらっしゃってください。マリマリさん、こうやって本当にゆっくりゆっくり触ってみるとね、で、触り方もギュッてやって触ってみるのと、少しだけ軽く触れてみるとかね、そういう指先の感性を磨くっていうような、なんかね、メッセージが届いてるんですね。で、手をこうやってこすり合わせてみてもちょっと違いますし、例えば硬いって言っても、石のように硬いものとか、木のね、棒のようなものをこうやって触れてみるとかね、またそれを味わってみてる。で、それがどう違うか分かるような、分かんないようなで構わないんですね。ぜひちょっとやってみてください。なんだろう、マロンさん、そういった今、ものに興味があるみたいですね。エミリオさん、もし時間が今日はですね、ギリギリなので、時間があればって、でも割と余裕でやってますから、たどり着けると嬉しいなと思います。次はですね、リアンさんですね。リアンさんね、今年はね、できるだけ意識的に紅葉っていうものを見てください。で、紅葉を見るときに、紅葉になった木を見に行くっていうよりも、その、ちょっとこれはですね、色の移ろいに興味を持ってくださいってことなんですね。例えばイナゴなんかも夏青か緑色だったものが、だん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 枯れて黄金色に変わっていったりしますよね。それと同じように、もし近くの木で広葉樹があったならば、その広葉樹がだん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 秋の深まりとともに色が深まっていったり、その色がもう茶色になっていったりとか、そういう本当に移ろっていくもの、美しさ、色が変化していくものをこうやってじっと見てほしいんですね。で、そこに意識をちょっとこうやって、傾けてほしいんです。そうすることで、なんていうのかな、この人生っていうのは移ろいゆくものなんですけれども、その中にあるいろんな彩りだったりとか、一つの葉はまだ赤いのに、一つの葉はもう枯れていったりとか、いろんな人生をこうやってそこに投影しながら眺めていくことができますよね。でも、そこにある絶対的な美しさっていうのに気づいていけるんじゃないかなって思います。はい。レンさんやってみてください。ね、湧き出た言葉にね、いろいろ飾るって本当素敵だと思います。よしみさん、おはようございます。よしみさんはですね、なんだろう。最近ね、手芸屋さんで、なんていうのかな、紙粘土みたいなもので、食べ物を作ったりとか、ちょっと粘土細工みたいな形で、いろいろ作業したりするものあるじゃないですか。で、幼稚園の頃使った粘土っていうのは油粘土って言って、手がベタベタになるんだけれども、なんか小麦粉粘土だったりとか、そのクレイ粘土っていうか、焼けるような粘土だったり、いろいろあるんですね。なんかそういったね、粘土作業なんですね、おすすめしたいのは。なんかそういう手先でこうやってその土気の柔らかいものを触るというような、なんか作業をよかったらやってみてください。なんかね、その触ってる感触なんですよね。でね、多分私たちの体の機能っていうのは、こういうところのね、先端とか皮膚の感触のところに意識的になればなるほど、もっと不思議なですね、ちょっと今言えないみたいな、ものをこうやって作り出していくことができるんじゃないかなと思うわけですね。で、本当に指はこうやって持つものとか掴むものと思ってたかもしれないけど、実はなんかね、今魔法がっていうか情報が来てて、こういったところにですね、こういうありますよね、肉球の部分ですね、肉球じゃないか、指先のね、このぽよぽよってした部分があるんだけど、
なんかね、ここにね、すごい秘密ありそうっていう直感が今来てます。だから、なんかそこのところをみんなに今日、なんか触るということをすごく言ってるような気がするんですね。だから、ここのところの感覚っていうところに、もしかしたら意識や目覚めとか、なんかそういう、なんかヒントがあるのかもしれないです。やってみてください。ぜひ、手先が器用になり、なるための何かを教える番組ではないので、もっとスピリチュアルの一応、スピリチュアルテレビという番組なので、多分私たちの意識をこうやって、より広く拡大していくものと何かがつながるっていう、ワークをご紹介してるんだと思います。本当にこの指先ですね、の感触っていうものに敏感になることが、なんか、面白いかもしれないというヒントを今いただきながらリーディングさせていただいてます。はい。ちょっと急ぎますね。はい。那須さんへのメッセージです。おはようございます。なんかね、那須さんね、秋の味覚のフルーツ、今年の秋は本当に美味しく美味しくいっぱいいっぱい食べてください。甘さとか酸味とか渋みとか、秋のね、フルーツにはいろいろあります。頬張るような感じとか。なんかね、その一つずつをね、味わって、本当に味わうっていう、なんていうのかな、パクパクパクって食べるんじゃなくて、梨は梨のこの歯に当たる感じとか、じっくり、これも一つの感覚なんですよね。要するに、さっき指先って言いましたけど、その歯に当たる感じ、舌に当たる感じ、喉越し、味覚の甘みとか、いろいろありますけども、それを、なんかじっくりじっくり、なんていうのかな、味わってみる。で、梨のシャキシャキした感じや、柿のねとっとした感じとかありますよね。それを本当にゆっくりゆっくりと、もう、なんていうの、この記憶を大切にしようと思うぐらいに感覚の記憶をですね、意図的に、秋のフルーツを通してやってみてくださいというメッセージが届いています。はい、ありがとうございます。はい、熊友さんです。熊友さん、おはようございます。熊友さんへのですね、メッセージは、懐かしさってキーワードが出てきてるんですね。懐かしさ。なんか、秋ってね、夏とはちょっと違うなと思うのは、いろんな香りに対して、もしかして私たちは敏感じゃないかなって、今ふと思ったんですね。で、なんか向こうの方で草を焼いてる匂いだったりとか、お味噌汁が炊かれる匂いだったりとか、そういったものありますよね。で、いろんなものに対してのこうやって味わっていくときに、懐かしさっていうものをちょっとだけたどることで、なんか今ここにある自分の原点になっているようなものが見つかってくるんじゃないかなっていうメッセージなんですね。ああ、こういうことあったなとかね。で、それが今にも影響を及ぼしているものっていうもの、それはポジティブとかネガティブとかそういうことではなくて、今のこの私というものを形成する、個性を形成するにあたって、なんか大切な要素としてあるものだなって思います。やってみてください。はい、アミさん、おはようございます。アミさんへのメッセージはこうです。どこかね、なんていうのかな、なんとか体験ツアーってあるじゃないですか。ガラス工芸をするとか、陶芸をするとか、機織り作業をするとか、ありますよね。なんとか文芸館とかね、
なんとかなんとかとかね、そういうふるさとなんとか村とかね、行くとそういう手工芸の機織り、磐田市にはね、ガラス工芸館っていうとこがあって、そういうのが作ったりとか、例えば七宝焼きの一日教室とかでもいいですよ。なんか手工芸系の単発の体験を一つされてみてください。で、それが楽しかったら、また全然別なのをまた一つしてみてください。自分の感覚のですね、違ったものを体験する。手工芸、ぜひぜひやってみてください。あ、リアンさん、お庭に広葉樹あったんですね。はい。金木犀の香りに癒されてます。はい。感じてみてください。環境があったんですね。よかったです。はい。じゃあ、アミさんは、単発の教室ね。ぜひ、なんか、やってみてください。一日陶芸とかね。今からいろいろ、そういうのをちょっとやってみるのにいい季節ですよね。秋っていうのはなんか今日話してて思うんですけれども、本当に意識を集中してみるっていうね。その瞑想という形ではないけれども、何かに意識をこうやって集中してやってみるっていうことをどうも進めてるような気がします。はい。ありがとうございます。じゃあ次は、なつさん。パクパクと早く食べてしまうことが多いです。ゆっくり味わった秋のフルーツ。はい。食べてみてください。じゃあスワンさんいきますね。で、スワンさんへのメッセージはこんな感じです。やっぱりスワンさんにもおすすめする、先ほどどなただったかいらっしゃいましたよね、海の写真っていうのがあったんですが、スワンさんにも海の写真をおすすめします。ただしちょっとだけ探していただかなきゃいけなくなるんですが、ヨットができたら写った写真にしてください。海の青い中にヨットが、大きな帆船みたいな大きな船じゃなくて、ヨットが写った写真がいいです。白いヨットだったりとかね。そんな感じで、ヨットがこうやって見えるような、海の風景の写真をどこからか映像、ヨット海風景とか言ってパソコンの画面で検索して探してもいいかもしれないです。それを待ち受けにしてもいいと思います。なんかそんな感じのね、海で、じゃあ何なのって言った時に、やっぱり同じようにいつでも自由であるっていう象徴なんですね。なんか自由にどちらでも行ける、風の向くのもね、なんか自分が行けるんだなっていう。そして実際に今のこの人生の旅も、本当に一人でね、ヨットに乗った自由な旅をしてるか、そんな感じなんだよねっていうところに共鳴させるわけですね。自分の人生の中にあるその輝いた糸みたいなものがあって、そこへの共鳴を作り出す写真になりますので、よかったら用意されたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ゆみおさん、はい、行ってきましたよって、なんかあるんですね。はい。ですね、サスタさんへのメッセージです。シャスタさん、おはようございます。なんかね、歌って音楽が聞こえてくるんですよね。で、BGM ですね。本当に自分が好きだなっていう曲を BGM に、ちょっと何回もループさせて構いませんから、流して、がっつりと聞くんではなくて、本当に外側の空間にその BGM が流れている、そんな空間の中でですね、リズム感っていうよりも、なんかね、ボーカルだと思うんですけど、声のトーンの甘さとかね、なんかその、空気感だったりとかね、なんかそういう主張があるような音楽でもしお好きなものがあったら、BGM でちょっと2、3日ですね、かけておかれることを勧めます。何かがあるんですよね、きっとね。BGM があるのとないのとか、ランダムにただ流れてる
じゃなくて本当に徹底的に自分の好きなあのことだけに絞り込んで BGM を聴いているっていうことですね。はい。おこばさんおはようございますね。こばさんのお住まいの長野はだいぶ冷え込んでね、今朝は冷え込んだんじゃないかなと思いますね。こばさんへのメッセージです。深淵なるものっていうところで、あの瞑想ですね。あのなんていうのかな、本当に自分へのご褒美っていう感じがするんですね。こばさんの日常の中でこばさんが本当に静かにあの座るっていうことは、多分なかなかね、あのご家族だったりお商売があってね大変なんだと思うんですが、あのもしお時間があったらこの週末でもいつでもいいんですけれども、本当に安心して座れる場所、安心して瞑想できる場所へ身を運んで、そこで、思いっきりなんかただ静かにくつろぐという、もちろん瞑想をしててもいいですし、あのとにかく一人深淵なる内側にゆったりと入っていく時間を提供してあげて、そしてその提供してあげることこそが自分が自分にしてあげられる、なんかすごいことなんだなっていうね、すごいギフトなんだなっていう感覚がするんですね。なんかそういった時間を提供してあげてください。できたらね。で、あのまあ今あの月とかね星が綺麗だから、あの夜の散歩に行くっていう形でちょっと一旦人の中やテレビの音から離れる、そんな感じがするんですね。ちょっとそれよろしかったらやってみてください。ありがとうございます。熊友さんありがとうございます。秋の懐かしさと秋を楽しみます。最近船井さんのひふみのりとの本を読みました。ひふみよと言うと懐かしい気持ちになります。はい。はちみつも召し上がってくださってますか。あとはちみつ 1,2 週間ぐらいあのちょっと気をつけて召し上がるといいと思います。その後もずっとのっていうことじゃないので、ちょっとあの秋の夏から秋への移行の時に蜂蜜って感じがしたので、あとそうですね、10月の頭くらいまで蜂蜜召し上がるといいかなと思います。はい。亜美さんなんかやってみてくださいね。で、コバさんはちょっとその静かな自分に静かな時間を与えるってことですね。はい。みのりちさんへのメッセージです。おはようございます。みのりちさんは何かね雰囲気を変えることってことを言ってます。で、例えば今年の秋は、なんか今まで身につけなかった色を着るとか、あのマフラーとかもね、今素敵なものがいろいろ、男性も女性もありますよね。で、女性であっても男性であっても、なんかの今まで巻いたことのないようなスカーフとかマフラーをちょっとこうやって身につまとってみるっていう、例えば今まではグレーとか茶色とかなんか黒とかそんな地味な色目だった方が、ちょっとあのすごく綺麗なロイヤルブルーとかね、あのターコイズブルーだったりとか、なんか勝手に言ってるね、もしかしたらお好きな色になってるかもしれないんだけど、なんかそんな感じのね、あのちょっと華やかな感じだったりとか、キラあの色の中にきらめきを感じるような色だったりね、そんなあの色のものをちょっと身につけられるっていうことをちょっとお勧めします。で、それはあの私への許可って感じがするんですね。あのつまり今日あの私のことを本当に尊重したり大切に思ったり愛するっていうことで、なんかこんなになんか主張しちゃったら出しゃばりすぎちゃうわってなるけど、あの私が中心ですからね。私が本当に身につけたかった、例えば鮮やかなね朱色のなんていうのかな、マフラーをするとかね、なんかそんな風に、自分を表したいものですねをやってみてください。はい。ごめん、チョコリンコさんメッセージを、ね、
過ぎちゃったので、ごめんね。じゃあ、いきますね。サスタさん、ありがとうございました。CD かけてきました。音楽聴くの大好き。ボーカル系、クラシック系の音じゃなくて、なんかね、ボーカル、だけどその、ポップじゃないんですよ。もっとなんていうの、柔らかい音なので、クラシック系のボーカルかもしれませんけど、なんか、シャスタさんが好きなものなので、あまり気になさらなくてもいいと思います。もしかしたら木管系の綺麗な音が響いてるのかもしれないし、なんか柔らかいものが、ガンガンした感じじゃなくて、柔らかい音楽だったんですね。はい。チョコリンコさんね。はい。じゃあ行きますね。じゃあ、チョコリンコさんへのメッセージです。チョコリンコさんね、へのメッセージはね、なんかね、ぜひ、温泉、おっきなお風呂、それとかね、お家だったら、入浴剤にちょっと、いつものじゃなくて、ちょっと違う入浴剤にするとかね。でもできたら、露天風呂とか、おっきなお風呂にあるとこに行って、でね、誰かと行かないでください。一人でできたら行ってください。で、男性と行って、男湯と女湯に分かれるのは構わないんですが、なんか本当にね、一人で静かに、どうしてもね、女性同士で行くと、おしゃべりの方に熱中しちゃって、行くわけですね。浸かりながらになってしまうんですね。で、そうじゃなくて、その温泉とかお風呂って、本当に皮膚の感覚だったりとかね、自分のお湯の中でのこういう、温泉なんかだと本当に湯がとろんとしてるお湯とかいろいろあったりとか、その暑いなって感じててもいいわけだし、ちょっとぬるいなってもいいし、自分の中で大きな温泉のお湯がたくさんあるところですよね。中に入りながら、自分の体を感じてみる。ゆっくりゆっくりと本当に自分の体を温泉の中につけて感じてみてください。で、お家のお風呂でやるならば、ちょっと雰囲気を変えるってことが重要なポイントになりますね。で、自分の体ですね。を感じてみてください。ゆっくり入ってくださいね。はい、次に行きます。七色ピッピさん、みよみよさん、はい、ごゆっくりで大丈夫です。何のお話か知らないですけど、楽しいですね。はい、じゃあ次は山桃さんです。山桃さんへのメッセージです。山桃さんにはですね、コンサートとか美術館巡りをおすすめします。で、あんまりね、スケジュールをキュッキュの中で行かないでください。美術館に行くなら、そういうのじゃなくて、またおかしくなっちゃったかな。映ってますでしょうかね。ゆっくりゆっくりと、時間をかけて行ってらっしゃってください。で、そこの、空気感ですよね。その音楽だけを聞くとかそういうことではなくて、あれ、切れちゃったかな？あ、つながってますね。音楽を聴くっていうだけじゃなくて、そこに向かう、コンサートに向かう時の空気感だったりとか、そういったものを大切にちょっとやっていただけたらなと思います。では次いきます。美術館もね、本当に美術館、建物そのものだけじゃなくて、美術館のこういう周りにあるものっていうのが結構その考えられてるとこが多いんですよね。その場を楽しむとかね、本当にくつろいで楽しむっていう
なんか秋はね、芸術の秋とか言いますけども、なんかそんなメッセージやっぱり多いのかな。秋ってもしかしたら私たちの、なんていうの、その感覚を研ぎ澄ませる時期なのかもしれないですね。なんていうの、いろんな指先の感覚だったりとか、耳の感覚だったりとか、味覚の感覚だったりとか、そういったものをこうやって静かに見つめるいい時期だし、その感覚を研ぎ澄ませるということは、なんていうのかな、意識をこちら側の感覚にするってことはね、考えやいろんな、なんていうのかな、思考にとらわれない時間を作れるっていう言い方もできますよね。ですから自分の体を例えばゆっくりなぜるということに意識を向けてると、そこのところに意識が集中すると、何かの思考を一生懸命考えることできませんし、例えば音楽に集中して聴いてると、もうその音楽の世界にどっぷり浸かるって形になりますから、ライブなんかでね。そうすると、他のことを、そこに悩みや何か考えがあっても、そこの意識じゃないとこにいる。つまり、右脳側にいるっていうことが重要なんだと思うんですね。この間ですね、カノンちゃんに教えていただいて、Facebook の方の私の方で、前にティディさんの方が、以前ご紹介されてたらしいんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。左脳を失った女性の話、脳科学者のね、話があるんですね。で、ジルさんっていう脳科学者がですね、ある日突然、脳溢血っていうか、脳卒中になって、左脳がダメになってくるんですね。で、その右脳だけの世界に入っていった時にどうなったかってことが書いてあるんですけども、秋のこの、やっと涼しくなって体が、暑さだったりとかそういったことに気を取られずに、本当に自分の中に意識、右脳の世界を体験する、そういった季節なんだと思うんですね。だからずっと、ああ、そうそうそう、いいです、いいです、シャスタさん。で、ずっとそっちの方にこうやって意識を向けることによって、左脳、今まで活性化していた左脳が、ちょっとこちら側の右脳の方にですね、じっくりとこうやって作用していくんですね。で、右脳の世界という方に行くということは、私たち本来の世界。で、この科学者のその YouTube がありましてね、それを見ていったときに、右脳の世界っていうのは、本当に宇宙の世界なんだなってことがとてもわかりやすく、学者さんが、女性の学者さんが話されてるのがあったんですよ。で、こちら側の世界に寄ってみて、秋を楽しむ。秋だからこそ、こちら側の世界に入りやすくなってるので、ぜひ、右脳的な感覚をですね、皆さんに体験してもらいたくてお話ししてるのかななんて思って今喋ってますね。次行きます。ちょっとごめんなさいね。今どうなったか。じゃあ次に行きます。ミージさん。あれ、ちょっと待ってね。余分なことを喋ると、誰に何を言ったかがよくわかんなくなっちゃった。誰かな？チョコリンコさん、前から行きたいと思っていた温泉があって、昨夜も明日行こうかな。でも、初めての場所で運転するのちょっと怖いな。やめとこうかなと迷ってました。はい、行ってみてください。行ってみて。あ、そう、ジルボルト・テイラーさんの画像です。そうです、そうです。ありがとうございます。これ本当に良かったです。で、その脳科学っていうのと、本当に私たちのが誰、何者なのだっていう悟りの話とか、全部、ビョンって全部が繋がっちゃって、わあ、やっぱりそうだよねっていうような、なんか、すごく楽しくて、嬉しかったですね。で、じゃあ今度、ミーさん。ニージさんに私言ったのかな？ 何喋ったか忘れちゃった。本当に、熊友さんありがとうございます。ミーさん。ミーさんへのメッセージです。ミーさんね、
メイさんには逆、逆じゃないんですよ。本当は同じことになるんですけど、なんかハイキング。なんかいろんなとこいっぱいいっぱい気持ちのいいところにお散歩だったり、ハイキングだったり、ピクニックだったり、なんかいっぱいいっぱい今年の秋は楽しんでくださいねっていうメッセージが届いていて、なんかできれば、なんていうのかな、自分で作ったお弁当をですね、持っていくとか、そんなにしながら、なんかニコニコして、ミーさんがですね、こうやって、ミーさんがどなたかよくわかりませんけれども、ピクニックを楽しんでる感じ。ピクニック楽しいって、なんか天気良くて最高とか、なんかそんな空を見たりとか、草の匂いや紅葉を楽しんだりとか、なんかそんな感じのですね、ミーさんを感じますので、ぜひぜひピクニックをいっぱい。でもね、ピクニックもそうなんだよね。要するに空気を感じるとか、全部感覚ですからね、感じるってことなんですよね。はい、じゃあ次いきます。パールさんへのメッセージです。パールさんへは、パールさんにおすすめの場所っていうか、片田舎っていうね、もともと片田舎に住んでたらどうしようとか思っちゃうんですけど、どういうふうに言ったらいいのかな。田楽を食べるとかね。こんにゃくおでんみたいなのとかね。なんかね、そういうほっこり、ほうじ茶とかね。なんかそういうのがキーワードなんですよ。かやぶき屋根。とか、いろり。いいですね、いろり。なんかそういう、ほっこり栗ご飯っていうのもいいかな。とろろ汁。なんかそういうね、山の田舎の感覚、感性の中をですね、ちょっと味わいに行かれることを勧めます。本当に、その中にいて、そのほっこりとした中の、ほっこりとっていう感じでいいかもしれないですね。ほっこりとした中でっていう感覚かもしれないですけど、いろり、炉端。炉端焼きで、お酒っていうのもいいかもしれないですね。なんか、炭の匂いですね。炭の匂いっていうのもすごくいいかもしれないです。そういう、出てくるのは、本当に白川郷の合掌造りのね、のような場所の、なんか観光地に行くみたいな。田舎の瓦葺きの、でやってるような蕎麦屋とか食べ物屋さんに行ってみるとか、そんなんでもいいかもしれないです。なんか、炭が上がってく匂いがすごくして、ほっこりっていう、なんか、ぬくいなとか、ほっこりしてるな、そんな感じの単語のキーワードの感覚を味わってみられるといいと思います。まゆみさんへのメッセージです。まゆみさんへのメッセージはこんな感じです。寝るっていうことと目をつぶるっていうことは、寝なくても目をつぶるっていうのがね、すごく、まゆみさんね、こうやって目から入ってくる情報を遮断してみるっていうことは、何かをするわけでなく、ただ目つぶるだけでいいですよね。そうするだけでね、とてもくつろいできます。私たちは目を開けてることによって、すごい情報数をこうやってインプットしてると思うんですね。で、ぜひ目をつぶってくださいっていうことを言ってるんですよね。何か、いろんな時も、テレビのスイッチを消して、目をつぶって、ただまあ音だけ聞くとか、でもなんかできたら、そういう、外的に左右を選べないもの、例えば映画だったらこの映画好きだからって選べてるんですけど、自分が主体で選べないものではなく、選べるものの外側から音が入ってくる。例えばこの CD 聞きたいから聞くっていうのはいいんだけど、テレビっていうのは案外情報を選べないんですよね。で、そういったものをちょっと遮断して、視覚情報も遮断してみる。そしてただ目をつぶってボケっとしてる。それでもし寝ちゃったら寝ちゃっても構わないし、それをなんかちゃんとした、なんていうのかな、瞑想しなきゃいけないとか、そういう考えることもいらないんですね。そうなんです。今ね、コオロギちゃんね、すごく、ね、後ろで、
泣いてますよね。そういう子をやってみてください。はい、ありがとうございます。シノンさん、息子が重度の知的障害児なのですが、左脳に細胞レベルの傷があるみたいです。右脳が発達するのか、息子を通して不思議なことたくさんあります。確かに毎日好き勝手なことをやって楽しそうです。そうなんですよね。そのシノンさんも見られたのかな。ぜひこれは見られるといいと思います。そして、逆にですね、彼女の場合は左脳ほとんど全滅だったんですよね。ぐらいにすごく重度の、なんか形だったんですけれども。そしてね、右脳の発達っていうのはね、すごいなっていうのを感じますよね。で、ダメなとこを見るんじゃなくて、本当に実は、発達させたいから別な方をちょっとこうやってブレーキかけて選んで転生してる場合もあるので、かえって右脳の発達っていうことをとってもしたいんだと思うんですよね。うん、本当に個性だって思った時に、個性の見方っていうのは、なんていうのかな、ダメなとこじゃないんですよね。本当にこっち側なんですよね。だからあえてブレーキをかけたことで、なんか別なものをすごく拡大させたいって目的があって、そういう個性の作り方をしてるので、いろんなものを見せてくれるし、彼には本当に大きな形でですね、表現したりとか、存在そのものが持つ、役割なり何かがね、きっと、今育んでる時は見えなかったりするからね、親御さんとしてはやっぱり辛いかったりするんだけど、でも、こともあるかもしれないけど、ああ、結局、このために、この輝きのためにって言った時期っていうのは、必ず訪れますよね。うん、もう55分だ、終わりだ。まほろばさん、まほろばさんはね、何かね、味覚を通して、っていうことを言ってきてますので、下に乗せたそのザラザラ感とかねっとり感とか、そういったものを味覚という部分を通して右脳へ働きかけるっていうのが良さそうですね。それからなおさんはですね、風ですね。風に当たるとか、風を感じるとか、風の、なんていうか、顔に当たる感覚だったり、髪を流す感覚だったりとか、その風っていうものに、とても大事な方なんですね。だから風が無風状態にならないように、ちょっとこうやって風を入れるだけですごく気分も変わります。ですから何かちょっといっぱいいっぱいになったら、ちょっと外に出て風を感じてください。そして風を感じるって何なことなんだろうかって、感じてみるって、ちょっと意識を集中してみた時に、風が実は本当に見えないものと見えるものをつなぐ架け橋だったりとか、そういう感じだなって理解できると思います。脳によっていろいろな個性の差があって、どういう形でも個性かなと今思ってます。アメリカだと目が見えないけど、イルカと同じ方法で自転車に乗りこなしている、そうなんですよね。パールさん、あ、よかった、街のど真ん中に住んでるんですね。じゃあ田舎行ってください。よかったです。はい。それから、ソラさん行きます。ソラさんは、ソラさんって書いてあるんですけれども、でも実は、草や土いじりをされてください。例えば土、草むしりをするでもいいですし、何か芋掘り、秋になるとやりますよね。芋掘り遠足とかね。そんな感じで、芋を掘るとか、何か土いじり、しゃがみ込んだ本当に大地のエネルギーを感じる作業っていうのをぜひやってみてください。それから小林さんかな、小林さんだと思うんですけど、
小林さんにおすすめしたいのは、やはり小林さんもですね、炉端焼きとかその炭火の近くに行くっていうような、焚き火でもいいんですよね。焚き火でも、ここでね、水曜日の、節子さんだと、焚き火の歌でも歌うんでしょうけど、ちょっとあれですね、焚き火でも構いませんし、炭火のなんかほっこりした、そういう炭焼きレストランみたい、炭焼きだと向こう側だからダメかな、味わえるとこに、炭があるような、なんかそういう食べ物を、ね、いろりで食べるとかね、そういったもし体験ができそうだったら、やってみてください。バーベキューでもいいと思います。炭を使ってバーベキューをするとか、その炭の遠赤外線のそのほっこり感なんですよね。その、ぬくもりを、なんていうの、体全体で感じてみる。で、そしてその炭が焼ける匂いっていうのがですね、過去生のなんかの記憶とこうやって相まってですね、なんかくつろいでくる感じがあると思います。エミリオさんへのメッセージは、エミリオさんは、なんていうのかな、クリスタルボールとか、こういう金でできたボールですね。こういうボールとか、なんか今日楽曲じゃないようなものですね。こうやってただ鳴ってるだけですからね。これは楽曲と関係ないです。そういう楽曲と関係ないような音を、なんていうのかな。こう弾かなきゃいけない。ああやらなきゃいけない。例えばこれ、聞こえないかな。ね、今日、福井さんなんかがやるととてもお上手なので楽曲になるんですが、楽曲ではないようなその音の響きの中っていうものができるだけ、もし、インターネットでも聞けると思いますし、YouTube でも聞けると思います。そういった、なんかそういう、響きのある音っていうものをちょっと耳から入れて、その響きっていうのを、しっかりこうやって中に自分の意識を溶かし込んでいくような、そんな作業をされたらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。で、今日はですね、もうちょっと時間がないので、じゃあ行ってきますって言ってバイちゃって出かけた方の申し訳ありませんが、メッセージの方は今日はカットさせていただきます。で、ここまでで、番組の方は終了させていただきたいと思います。で、私はですね、この間の水曜日のね、カレルエフェクトに、今度の日曜日行ってくるんですね。すごく楽しみで、水曜日の番組実は、カードリーディングお願いしましたって書いてあって、なんかその後の余韻と、節子さんの、もう節子さん自身もまたその共鳴体になっている状態でね、もう眠くて、お昼の1時まで寝てたという、感じだったんですけども、どうなるか。来週はですね、カレルエフェクトの、体験記をですね、お話しできたらいいかなって。ティディさんもね、なんか月曜日の日にいらっしゃるようなふうに伺っておりますけれども、眠たかったです。本当に、カレルエフェクト、いびきかいて寝てたらどうしようみたいなね。何しに、吉祥寺まで行くんだみたいになりそうなんですが、なんか、とにかく、私は日曜日に体験してきて、とても楽しみにしております。またご報告します。ね、またこの素敵な週末になるといいですね。皆さん、本当に今朝もありがとうございました。では、失礼いたします。素敵なね、週末を。そして、そうそう、日曜日の10時から品川の方でですね、来てくださる方、ね、本当にありがとうございます。10時から品川プリンスのね、2階のカフェでお待ちしておりますので、ご予約いただいた皆さん、お会いできるの楽しみにしております。ありがとうございます。ということで、皆さん、本当に素敵なね、いろいろな、本当、私たちはこれからは感じるところをね、なんていうのかな、育てていきたいっていうか、感じていきたいですね。育てるも何にもなく、もう私たちは感じるものを持ってるから、今まで使わなかった感じるを、本当に感じていきたいなって思ってます。今日のタイトルは、なんていうのかな。感じることでね、右脳につながるとかね。なんか感じることで宇宙につながるとか、そんな感じの話になったのかなと思います。ありがとうございました。じゃあ、どうも、ティリさん、ありがとうございました。じゃあ、BGM の方お願いします。
こっちですね。今思い出しました。